と、その男の人にとってね、その男の人がそのしつこく付き合うときにかっこ悪い図式だし、で、別に恐怖に感じないはずなんですよ。というか、まあ、相手の本性もわかるし、で、結局、男同士で話があったら、じゃあ女を犯しに行こうかって、簡単に言う人種なんですよ、男っていうのは。で、まあ、それが怖いっていうわけじゃない。そのね、簡単に言う男って実は、猿が憑依してるんですよ。で、猿の憧れの的である私たち人間を犯して遊ぶ。っていう、私たちより劣った霊長類により、より優れた私たちがひどい目に遭うっていう、それは、例えばその王朝のね、王女様が庶民に侵されるときに感じる恐怖ってあるのかなと思います？うちは感じないと思う。教育次第だから、ね、だと同じ人間だから。でも、ね、別の種族が劣等感をなりませんでした。王女と庶民なら同じ種族です。ところが人間と猿とか決定的に違うでしょ。別の動物だから。で、その、交配もできない。というか、非常に、もう極めて強いブロックがかかる。別の生き物だから。何かのエラーでもあれば、その子供は不幸になる。ごく稀なエラーで。猿と人間なので、子供が生まれることもある可能性が、全く完全に否定できない。それで生まれた人はたった世界に一人。しかも顔は猿。体は人間。逆かもしれない。顔は人間、体がさ、どかね恐怖だ。それはね、なんでかって。自分の子孫がそれだけなる。その子孫は、皆に小遣いで殺される。その根血はね。じゃあ、猿もそんな恐怖。人間の女と遊んで、万が一子供が生まれたら恐ろしいから、人間の女をレイプして殺すとか。じゃあ、なんでレイプしたいんですかって。子供本能じゃないんですかって言ったら、猿以上の霊長類はそれを遊びとして完結させられるんですよ。そういう恐怖だ。恐怖でしょ。男の人も聞いても、秘書って思うんですよ。女の人は秘書じゃない。ずーっとすんの。だって命の冒涜やから。で、生物の種類が違うっていう、その法則、その真理、その哲学に関する道徳となんですよ。生き物の違いというのがあまりに踏みにじってるというのはルール違反なんですよ。生命体として。これが命を司っている女性にとってはものすごく嫌だし、ものすごく責任感じるし、自分のせいだと思ってしまうんですよ。それが男に起こされて自分のせいだって叫ぶ女性の心理なんです。これ男は全然分かってないわけです。だから、証拠りもなく、ひっきりなしに、女に対して、しつこう、しつこう、襲いかかろうとするんですし、これを防ぐためには、強い男に頼って、そのフラチナスタル男を、パンパンパンって退治してもらうしかないんです、実は。だから、そういった、男子を見つける、見る目を失ってください。そして、ちゃんとそういう人生経験を得ること。で、猿男を一瞬で見抜く。うちも一瞬で猿男見抜くでしょ。そして、猿男との戦い方は簡単。アウトボクシング。猿は手短い。手短いってことは、短文だし、しかも、表現が、ほぼ同一。同じことを繰り返す。それは手短い証拠。どういうことかというと、遺伝子が短い。人間にとって人間の DNA 以外は全部 RNA なんです。じゃあ、自我っていうのは、ほぼ完璧に全て 100% 全部 RNA。それが自我遺伝子と違うんだよ。で、ウイルスも RNA。じゃあ人間にとって他の種族の生き物の遺伝子は RNA。それを生殖回路で入れたら、
発狂もするし、そしてエイズにもなる。でしょ？でも他の生き物の RNA は食事として取るなら大丈夫。だけど霊長類を食事として取ったら発狂する。そして猫っていうのは、うちは霊長類に分類してるんですよ、実は。というのはメガネザルから分かれてるから、メガネザルは霊長類なんですよ。で、犬っていうのはまあ猫の変異体の一種。じゃあ犬も霊長類なんです。霊長類食べたら発狂するよ。